将軍山は、中華人民共和国チャンス湘南近市郊外、中華門南方約13キロメートルのところに位置している丘陵地帯、受け大区と高寧区の境界に位置する。1130年に金賀健康を占領した際に、南宋の武将学費が牛首山一帯に婦人、金軍を破り、健康を奪回した地であり、それ以降将軍山と称されるようになった。 学費に関する史跡が多く残され、1992年3月には、黄金古類の名称で、南京市文物保護単位に指定されている。現在は、公園として整備され、園内には、金領第一系また、南京救済溝と称される池林が一致し、多数の観光客が訪れている。国家 AA、A、級風景名称区にも指定されている。 河流崖南宋皇帝である高宗に関する伝承が残されている。1130年、高宗が将軍さんに避難した際に、崖の巨石に横たわって、雲に覆われる月を眺め、金に捕虜とされている父と兄を持っていた。そこを、将軍さんのふもとに駐屯していた金の順な兵に、発見されてしまい包囲されてしまうが、学費が軍勢を率いて駆けつけ、金軍の包囲を打ち破り、 高僧は学費を過少した。この伝承により、この崖は我流崖と呼ばれるようになった。後に、真の賢竜手が何巡の際にこの地を訪れている。三十元。ありがとうございます。